にちは、フロトリーフチャンネルです。ではこちらのですね、僕が手に持っているシラ、アジアンタムの仲間なんですが、こちらをですね、ご説明していきたいと思います。これ大型になるアジアンタムで、ペルビアナムという品種になるんですけども、非常にですね、こう大きい葉っぱが特徴です。いつもフレグランスっていうアジアンタムが定番で流通してるんですけども、それが本当に大きくなったような感じかなというところなんですけども、意外にこれがですね、難しいというか管理がですね、非常に難しくて成長も遅いので、なるべくこの健康な状態を常に保っていってあげないと、こう調子が崩れると一気に枯れちゃうことがあるので、割と難しい管理方法かなというところになってきます。で、水はですね、切らさないのはもちろんなんですが、極端にですね、上げすぎても根腐れを起こしやすいので、非常にですね、気を使っていただかないと難しいかなというところなので、必ず風通しのいい場所に置いてですね、あまり温度が高くならないようなところで管理していただけるといいかなと思います。で、なるべく明るめのところがいいですね。暗すぎると葉が傷みますので、割とですね、このアジアンタムの中では難しい方の分類になるんじゃないかなと思いますが、しっかりとですね、水はけのいい温度で植え替えていただいたり、で、乾かないように水を当てていただいてという形の管理方法をしていただければ、しっかり根がついてきてですね、丈夫な株になってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひやってみていただければいいかと思いますので、よろしくお願いします。